隈篤史です。体育学部スポーツ教育学科に所属しております。ゼミは浅井先生のゼミで、大学3回生からはコーチング学を専攻しております。オリックス銀行株式会社に内定をもらいました。主な業務としては一般的な銀行とさほど変わらないのですが、特徴としては店舗を持たないことでコストを削減し、お客様に高金利なサービスを提供していることや、不動産投資を行う方へのローン提供などに強みを持っております。まず金融業界に興味を持ったきっかけとしては、社会であったり経済が不安定な中で、これからは会社に何かを頼るっていうよりは自分で自分の資産を守ったりだとか、あるいは投資で攻めに転じたりだとかという知識を蓄えていかなければならないと思ったのがきっかけです。中でもオリックス銀行を選んだ理由としては、少数制で高水準な利益を叩き出し、若手のうちからチャレンジングな働きをできるところに魅力を感じたからです。はい、ズバリ合格の秘訣は情報収集能力と本音で面接に挑めたことだと思います。合計3名の社員の方に社員訪問させていただき、採用ページには載っていない情報を持って面接に挑めたことや、第一志望の会社だったので本当に行きたいと思っているからこそ出る表情であったり熱量が合格のポイントだと思います。はい、僕は就職活動の全てをこのキャリア支援センターで行いました。主にエントリーシートの添削であったり面接練習などでお世話になりました。またそれだけでなくて、学生1人に対して職員の方が専属カウンセラーのように在住していただくことで、自分の悩みなどを打ち明けやすい環境があったのも魅力的でした。目標であったりやりたいことっていうのはその時々で変わってくるものだと思います。なので大事なことは今の自分が満足できるように全てを全力で取り組むことです。全ては自分次第。